始まるよ始まる、あ、間違えた、ちょっと待って、こっちだった失礼失礼、始まるよ始まるよ始まるよ、ちょっとあ、触るとこ間違えちゃった、こんわろさくらのアロマです、こんわろこんわろ、あ、相変わらずね、そう、こっちが正しい方失礼しました、はい、ですねコマロマありがとう、コマロコマロごめん、間違えたスタートになりましたかまずね、バイオを始める前に改めてちょっと皆さんと一緒に確認させていただきたいです。まあ私のお願いでもあるので、まず、聞いていただけると嬉しいですね。配信のお約束、私動画の概要欄に載せているんですが、まずこちら確認していただきたいと思います。配信のお約束、他の人が見て気分の悪くなる言葉遣いはやめてください。煽り、誹謗中傷、荒らし恋、まあ、これもですね、やめていただきたい。で、視聴者さん同士での個人的なやり取り、こちらも、やめていただきたい項目の一つでして、最後、話題に上がっていない活動者さんの名前、これもそうですね、活動者さんにね、迷惑になっちゃうのでやめてくださいというところですね。で、これね、ごめん、昨日ちょっとちらっとあったらしくて、私気づくのが遅れちゃって、そのきっとさ、話題にあげちゃった子も悪気があったわけじゃないっていうのはもちろん分かってるんだけど、
まあね、そのね、活動されてる方に迷惑になっちゃうっていうのもあるので、まあ、気をつけていただきたいっていうのと、あとそのね、私が多分注意遅れちゃったからなんだけど、言ってくれた方がいたんだよね。あ、そういうことを言うのやめなよみたいな、多分概要欄とか見てみたいな言ってくださった方いると思うんだ。なんだけど、ごめん、それも本当にありがたい、ありがたいんだけど、私が気づいて、私がちゃんと注意するようにするね。なんかそのコメント欄でさ、そういうこと言っちゃうとちょっとギスギスした空気が流れちゃうかなっていう心配があって、ごめん、私が気づくの遅れちゃったんだけど、本当皆さんは温かく見守っていただけたら嬉しいということでね、私から注意するので皆さんは温かく見守ってくださいというのと、あとあれだ、ネタバレか、ネタバレについて、昨日もねちょっとちらって話したと思うんだけど、これね、配信のお約束にまだ追加してないんだけど、追加しようと思ってます。ネタバレは基本的にはなしの方向でお願いします。で、基本的にはなしだけど、その私が本当に、なんだろう、もうさ、ポンアロ発揮しすぎて、10分とか20分とか、もうそれこそ、あー進まない、もう積んだわっていう時に、私からね、私から、あ、ごめん、これもう無理だから、どうしてもできないから、視聴者さんの中でこれどうやって進めたらいいか分かるって聞いた時だけ、教えていただけると嬉しい。そう、これもなんかやっぱネタバレとかされてね、いろんな方が見てくださってるから、ありがたいことに、ね、これもなんかね、あんまりそのネタバレすることで楽しめないっていう方もね、いらっしゃるかもしれないから、よろしくお願いします。まあでもね、そうね、難しいところなんだけどね、ヒントとかさは、なんか個人的にね、いいのかなとか思っちゃったり、でもそういうことすると分かんなくなるか、分かんなくなっちゃうかな。まあそうね、そうね、まあ気をつけていただきたいということでですかね。あとはもう、あれだね、個人的なごめんなさいなんだけど、その YouTube のコメントや Twitter でのリプ、本当にありがたく読ませていただいてるんですが、最近ですね、リプはね、まだ比較的見た、返せるとき返してるんだけど、 YouTube のコメントは本当に、なかなか返せてなくて、で、私もさ、やっぱ配信者としての立場だから、その個人個人とのやり取りっていうと、どうしても難しい、なかなかできないっていうのも、アロ中のみんなと友達になりたいって思ってるから、その一人一人を特別視っていうことではなくて、みんなに感謝してみんなと仲良くしたいから、そのね、個人的なやり取りとかはできない、ごめんね、っていうのかな。はい、というわけですね、長々とありがとうございました。そう、えずくのがデフォルトです、そこは気にしないでくださいで、私からのお願いは以上です。ぜひね、皆様と楽しい時間を過ごすためにご協力をよろしくお願いしますと。そう、リップとかはね、比較的返してるんだけど、そのこの人だから特別返すよっていうことはできないっていうことだね、ごめんね。はい、あ、そう、コメントもね、全員を、コメントを返してあげられるかっていうと、そんなことはできない、ごめん。で、はい、これはもうここまで、ありがとう、聞いてくれて。で、いつも、またイラスト描いてくださった、ちなさん、おそばさん、ありがとう。描いてくださってありがとうね。あと動画、恥ずかしいところを切り取られましたが、Kさんが、またね、ツイートで上げてくださってました。
ありがとうございます。気になる方は、ツイッターで確認をしてください。というわけでね、はい、そろそろ始めますかね。ごめんね、最初からね。いつもありがとう、ほんと見てくれてありがとうね。はい、ではでは、今日はあの仮面をつけに行くところからなんですが、ずっと歩いている音が聞こえますね。えずく声と一緒に これどのタイミングで行けばいいんだろう来てる？もしや。いけるか、いけるな。どこだっけ、やってないの。頑張ろう。待て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 、ちょっと待って。いや、もう目の前じゃん。どうしよう。カタさん、こんばんは。桜のアロマです。ゆっくりしていってください。今日はここまで始まったばっかなのにこのアロマありがとう。一番遠いとこなんだよな。しかもつけなきゃいけ、つけなきゃいけないのが。オッケー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 、いけたいけたね。で、開くんでしょ、開くんでしょ。え、開くんじゃないの。調べないといけないの。あ、心なき四天使に四天使か。仮面を、あ、オートセーバー入ったね。ハーブてか、私弾結構少なくない？これで大丈夫か。うん進んだ、進んだから。カメちゃんさんかな。コアラーン。え、そうだよ、部屋から出られたよすごいけどね、もう部屋から出れただけで喜ぶのなかなかいないんじゃない。そうだよ、進めてよ、ちゃんと。棺これあれじゃない。あ、待って、オートセーブ入ったな。これこれやっぱさ、ママとの戦いあるんじゃないの。嫌な予感しかしないんだが。ねえ、嫌な予感しかしないよ、私。これ大丈夫かな。ナイフだね、ナイフが強いね、やっぱね。大丈夫？みんな心の準備はできた。ああ、行くか。まだ始まったばっか。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。まあ、そうよね。そうだよね。いやい。
ごめん、うるさい、ちょっと、ちょっと、まあ、いいか、話す。刺したの今、ここはどこ。あ、でもちょっと食らってるっぽくない、やっぱ毒が、毒がなんかついて、なんか羽みたいな、ちょ待って待って、同一人物ですか。ちょ待って、いや笑い出ちゃう、ちょ待って、やばくない、ちょ待って、ちょ待って、え待って待って待って、ええこれと戦わないといけないの私これから、ちょ待って、あのえいや、いやおかしくない、え待って、どこに連れてくれるのこれ、ちょいやいや、ちょ待って、いや待って待って、ママとはお前、やばい動ける、ちょ待って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 、どこ狙えばいいの、あいつあれが本体、ちょ待って、あれが本体、本体、あーちょ待って、あやばいやばい、ちょ待って、え私これで、えこれで、ええできる、ちたまなさすぎない、ちょ待って、ごめん、これからコメント読めなくなるね、ごめんね。あでも、あすごいいっぱいくれる、あで、あおー、これで狙えてけってこと、あ、ちょ待て、やばい、変なとこ入っちゃった、変なとこ入っちゃった、なになになに、なんかめっちゃ暴れてる、これ、だって、いや、いやどうしたらいいんだろうか、あ、どうしたらいいんだろうか、ちょっと待って、あ、待って、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、あー、ここがさ、最強説ない、あ、でもそしたら永遠と やれないね、ここアンチな感じしない、ちょっと待って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 、あー、お、ほらアンチじゃない、ここ、一応なんか変な虫出してきた、お母さんまで虫出してきた、ここからさ当てらんないの、あどっか行った、ちょっと待って、当たるじゃん、えどこ行った、ちょっと待って、ちょ待って、ここアンチえどこ行った、どこ行ったかな、あー虫が、え待って、ここ最強説ない、やばいごめんなさい、あーやばい壊された、待ってアンチ壊された、じゃ待ってやばいそれは聞いてない、やばいやばいことしたわ、えあそこないと戦えなくない、ちょっと待って、あー待ってあ、ここアンチ、ここアンチ、調子乗ったかな、あ、やばい、くらい、ここはアンチじゃないかもしれない、あ、壊された、どうしよう、もうアンチがなくなるな、待って、どっから来てるの、虫、なんか虫来てない、いやめっちゃ虫来てる、やだなんで、いや待って、これどうしたらいいの、えめっちゃ食らうじゃん、アンチないし、アンチ壊されたな、やっぱあれ入ってちゃダメなのか、
待て待て待て、どこから、いやいやいや、え、めっちゃ今さブルブルしてんだよ、ちょ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 、揺れる、お、落ちた、あ、落ちてない、え、こっち来るか、いや近いな、当たんないか、あ、違う、これあれだ、こっち、いけいけいけ、赤くなってる、赤くなってるの何なんだ、やめて、やばい、あれはやばい、あれはやばい、待て待て待て、どこ行った、アンチがなくなっちゃったからな、失敗したかな、立てこもったの、いや待て待て、どこ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 にいるの、マジで、あー、いるわ、これはハンドガンの方が多分撃ちやすい、ちょちょ、めっちゃ来る、え、あ、反対から来てるの、いや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 、あー、ちょ、うん、やったか、うん、やってはないか、いやー、待って待って待って、あー、ちょ待って、いやー、やってないっぽいな、え、待って、これどうすればいいの、
山田、あ、あ、コンアローナイフ、ありがとう。ごめん、今さ、すごい、はあ、You're the one who's cursed. 最後。めっちゃ今手プルプルしてる。よかった。もう結構たま、でもたま足りてよかった。ナイフありがとう。何だったんだ、あの鳥は予兆だったってことかな。あの変なさ、鳥のやつら、あの鳥とさ、虫をなんかね、総合した感じがママだったね。神エムすぎた、本当よかった。何これ、ナイフありがとう。何？ああ、いや、マジでテープルプルしてる。外か。汚れたフラスク、なんだそれは。ねえ、玉が足りないよ。あ、タソッチさん、残業でくれたコンアロー、お疲れ様、コンアロー。いやー、よかった、ママ、ママ倒せたね。汚れたフリスク見る？フリスクじゃない、フラスク、ね、誰フリスクって言ったの、もうひるきさんか、あ、ブササビさんもか。フラスク、フラスクだって。私フリスクって言った、もしかして。だとしたらごめん。ガラス製の容器だって。何か入ってるけど汚れてて何も見えない。へえ、何が入ってんだろうね。さっきのでかいのはママですよ。あのでっかいお母さんいたじゃないですか、三姉妹の、あれママ。なんか姿変わっちゃった。アズルメイカさん、こんろまー。あ、メンタル良くないから一旦抜ける。わかりました、ゆあさん、いってらっしゃい。ちょっとまだ手プルプルするわ。だってまたオートセーブ入った。ちょっと水飲むね。翔さん、一旦お風呂で寝てきます。お風呂で寝るの大丈夫それ？いってらっしゃい。気をつけるんだよ、お風呂は危ないから寝ちゃダメだよ。虫がいっぱいいたから。ほんと、そっかそっか。マザーの身長公式290センチ。高っ、290センチ、私の約2倍だ。ちょっと最初からさ、まあ来ると思ったよ、ママとの戦いは。あ、ローズって言ってる。来ると思ったけど、ローズを探すだ思ったけど、そんな本当にすぐ来ると思ってなかったから、プル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 しちゃってた。あ、ゾータさん、かまろ、まあ、え、アラマさんに影響されてついにバイオハザード買っちゃった。え、いいじゃんいいじゃん、一緒にやろう。いいね、バイオいいぞ、面白いよ。あ、2倍は持ったけど153センチです。あの、ぜひショート動画見てください、私の出してるショート動画、身長に関してのね、ショート動画も出してるんで、もしよければ。2倍は持ったね、ごめんね。
あ、コクのうまみさん、こんばんは。よいしょ。別芸はずっとね、あの言われてて考えてるけど、バイオビレッジが出たからバイオビレッジはとりあえずやりたいなって思って今やってます。依頼されてた例の細工ができた洞窟から遺跡を抜けて赤い煙突の家に運んでおいてくれ。細工？あ、実家だった。ふぅ、あ、シロさん、こんばんは。お仕事で遅れました。お疲れ様。何かありますか？何もない。ここは？ここ行けるのか？ここ行く感じかな？ぽいね。ね、年齢145歳ってさ、人間じゃない。まあ人間じゃないか。そうだね、人間じゃないからそうかもしれない。身長まで可愛い。いや普通サイズでしょ、153なんて。普通サイズじゃない？まあまあ いいけどね。可愛いって言われることに越したことは。え、ここからどうやって行けばいいの？どっか行けるとこあるのか？ここら辺？いや、行けないな。人間、まあ、まあそうだね。だって私毛も耳生えてるしね。あ、ここから行くとかいうことはない。さすがにない。まあそうよね、ないよね。ねえ、若干ちっちゃいかなぐらいでね。そうだよ、平均サイズだよ私は。小学生とかはね、さすがにちっちゃかったけどね。ずっとあの身長のさ、1、2番競ってたわ。屋根の上とか行けないのかな。そういうことじゃない。井戸はね、え、なんか調べられた？これ？これはね、多分必要なんだよね。あの村でも必要だったんだけど、ずっと手に入ってなくて、このつけるやつが。その道具がさあるのかなーと思って見てたんだけど、閉めるしかないもんね。あとないよね。めっちゃカラス鳴いてるけど、あれカラスじゃなくてまた鳥人間出てくるのかな。そうそう、ハンドルみたいなやつ。あと調べられそうなところ、あ、うん、あっちから来た。あ、こっちか。いや違うか。いや、こっちは、いや、いけない、いけないが。いや、私お姉ちゃんだったら相当多分うるさいよ。カラスの友達になりたい？そっか、やだやだ。あ、あそこ、ここじゃない？いや、鍵が必要か。え？じゃあどっちにしてもか。あ、お風呂入ってくるので少し離席します。はーい、たそっちさんも行ってらっしゃい。あと見てないとこ。あー、銃って
一回だけ打ってみる？え、すごい！強いね、銃って。あ、ジェマさん、こんばんは。ごめん、今うるさかった。ごなるほどね。そうなんだ。ナイフでもいけたんかな。ちょっと高いな。うい、ん、しょ。あ、こんばんは。そして暗い。なん、あ、魚の音か。これはさ、感染してないの？これは感染してない？大丈夫？襲ってこない？襲ってこなさそうだね。大丈夫そう。魚食べれるの？嘘。え、ちょっと待って、下手くそすぎる。ナイフの扱い。え、ちょっと待って、早い。ハニャーラッすごい。あ、結構、グロい感じね。そうなんだ。すごい。やるか。尊い命を犠牲に私は今日も生き残る。ちょっと待って、早い。来た。罪のない魚。でも罪のない魚をさ、普段みんな食べているでしょ。そういうことよ。人間はそうやって生きているんだよ。感謝をしながらいただくんだよ。ちょっと待って、下手くそすぎん？ナイフ私下手くそになった、もしや。ちょっと待って。こいつは助けてやるか。ねえ、マジでこいつだけすごい。やれない。ダメだ。あ、こいつは助けてやろう。オッケー、次行こう。いや、私もかっこよくやりたかったよ。助けてやるか、そんなわけねえだろうってやりたかったよ。無理だったわ。諦めたらそこでみんな諦めるなって言うじゃん。ほんと？しゃがんでいくか。今だ！よし。魚さんたちに感謝をして、今日も私は生きています。ありがとう。あれ、こっちじゃなくて、え、待って、私こっちから来たんだ。ちょ、待って、もう方向感覚がさ、ダメだわ。ナイフー！オッケー！ありがとう。やっぱ、しゃがむのが大事なんかな。何ナイフさせろ、ありがとう。あんな素振りしてたのに。いいじゃん、どうやったって。最後一発決まればいいんだよ。もう確かにおばあちゃんのね。なんでおばあちゃんここにいんの？てか、なんであのおばあちゃん無事でいられるの？実は仲間なの。あ、ムービー入った。As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end.
In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? 深いな。死にかけたということは。That's a question for the wise. 生きてるということ。You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You are too late. あ、ブラクラさん。いってらっしゃい。Too late. 手遅れになりかけてる？ Life for life.なんで？何いけにえって。She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Come? Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. あ、くるくるさん、こんばんは。それとで遅くなりまきました。お疲れ様。ありがとうね。That looks familiar. 見覚えが？Hey, hey, wait! え、また？ねえ、ねえ、あのおばあちゃんってさ、閉じ込めるのがデフォなの？なんで毎回閉じ込められないといけないの？私は。なんで？手遅れになりかけているということはまだ手遅れではないということ。深いね。深いね。鍵だ。羽がついてるね。見たことある？あー、これ？これっぽいな。これを4つ集めろってこと？ね、閉じ込めるのが趣味なんだよ、きっとあのおばあちゃんは。すごい。同じにしか見えない、私には。違うのか？ここはまたどこなんだい。地下？地下なのか、ここ。でもここの地下はそんなに怖くないけど、またなんか出てくんのかな。今んとこ出てこなさそうだけどね。またこれでさ、手首切断されたら私でもさすがにびっくりするけどね。さすがにそうはいかないね。はいはいはい、大丈夫大丈夫ね。フリスク、フリスクじゃないんだって。なんだっけ、フラスク。ちょっと待って、ね、私にさ違う言葉を教えるのやめて。フラスク、フラスクね。4つも集めるのかな。ね、 Is this...あれはただのカラス。ああ。なにこれ。アンブレラ社のマークっぽくない？ここもなんかやるんだ。いや、絶対アンブレラでしょ、これ。違うかな？フラスク、フラスク、フラスクだから。あ、冒頭にあのいなかった方のために言っておくと、ネタバレは厳禁ね。ネタバレ厳禁だよ。まあどこまでをネタバレというかって感じなんですけどね。いやー、ここは敵が出てきそうだ。
え、どっちも行けんのかな。あ、いや、こっちはアイテムっぽいわ。じゃあいいや、こっちから行こう。いやもう音するもん。いるでしょ。ライ、え、今ライフルの弾だったよね。ライフル使うの？ライフル、またあの鳥人間？あ、私が思ったらネタバレか。なるほどなるほど、ありがとうね。そっか。でこっちか。あ、アンさんこんばんは。寝ちゃってて遅れた。いや全然そんな、大丈夫？そんな、おちゃんと寝たの？ありがとうね、無理しないでね。ここ、いやーここ絶対ここは、ここは来るのではなかろうか。ライフルにしとく？ん？どこからポイした今。あ、あれじゃん、あれじゃない、いるじゃん。どこから来んのそれ。あ、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い。待て待て、やばいやばい、めっちゃ早い。え、待て待て、ちょっと待って。待て、待て待て、あー、おーない、おい、おい、あやさんおかえりなさい。あ、こういう時のためのスナイパーなの？あ、そうなんだ。はあ、いやー、またゴロゴロ出てきそうだなそれ。こっちにしとくか。今んとこいなさそうだけど。で、あっちはまだ行けなさそうだよね。はい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 。でまた必要なんだ、ここに。これどこで手に入れられるんだろう。ナイフー、ありがとう。え、なんかあるんじゃない。あ、ヤギだ。あ、しゃがまないとダメだ。こんにちは。ヤギか。まあまあ、ヤギも大事だよね。お母さん倒したところかな。お母さん倒した、お母さんってあのさ、三姉妹のドミトレスク夫人かな。あの、身長高い女性の方。あの方を倒した先ですね。そうそうそう。ヤギ。そう、私も、いやー、ヤギのあの尊い命。でもあれはほら、ヤギといっても本体じゃないから。やだなー、この暗さ。あ、にょにょさん、こんばんは、遅れました。お疲れ様です、ありがとう。いる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 、いる音した、いる音した。何むさぼってんの。なんかむさぼってない。待て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 、やばいやばいやばい、待て、あいつはねちょっと早すぎるんだ。
リーダーが行けたっぽいな。声がね、聞こえるんだよね。ここって広いかな。こっち行っちゃって大丈夫？ここは何もない。ナイフありがとう。繋がってるっぽいけど、ヤギ食ってたの？何食べてたんだろうと思ってたけど、繋がってるっぽいね。やっぱここが、あっちに行くとさっき来た道、ここだね。またもやヤギが気づい。まあヤギはね、もしそういうものというか、あと行ってないところはこっちか。なんかあるね、良さそうなアイテムが。いや、良さそうなアイテムあるとこにそんな誰もいないとか、そんなことある？いや、そんなことある？あるのか？上から落ちてくるとかはない？本当に？開けるか。え？あ、え？鍵？ここら辺じゃ無理だよね。まあそうよね。あ、そっか、鍵か。鍵ね。あけいさん、ちょいと離席します。はーい、いってらっしゃい。こっちはムービー入った。プルプルしてる、あのコントローラーが。え、ああ、さすがにね、ここは出入りできるよね。鍵持ってないからあっち行くしかないもんね。そりゃあ高くなるよ、警戒心。こんだけさ、しかも今回ってさ、すごい素早い敵がいるから嫌だよね。ここ村の中っぽい感じか？ぽいね。ああ、村に戻ってきたんだ、ここ。聖杯の祭壇ですって。あれ、ここにもあれあるじゃん。There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. デュークさんって何者なの？ Not sure if it's of value, but why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? どういうこと？ Take a closer look.ローズ、何？ヘッド？どういうこと？That flask seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word.This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. 特別な力。まあそうだよね。Who could even do this? じゃないと。She can be saved. こんなことになってないよ。Saved from this? Are you insane?
There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Duke-san. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. あ、カイトさんこんばんは。今気づいた。Find out this is a lie. Fuck, Joker. リュークさんはネタバレするでしょ。いや、リュークさんじゃない。リュークさん、私まだ間違えないから大丈夫。Welcome, Ethan. Welcome, Ethan って言われた。なんか売るものはありますね。これと、はい、めっちゃ高っ。さすがママ。ママめっちゃ高い。あ、魚の、あ、魚売れるんだね、やっぱ。いいね。え、これで？あ、beautiful even in death. That waistline. Yes. なんか増え、あ、増えてる増えてる増えてる。いいね。ハンドガンじゃやっといて。あ、ソータさんおかえりなさい。アイテムは？アイテムスロットの拡張。こっちするべきだったかな。いやでもまだこと足りてるしな。いいか。と何？スナイパーライフル用の改造パーツ。あ、拡大率いいじゃん。構えた時の手ぶれ。いや、どうせ手ぶれするから、私。あ、空白さんでいいのかな？暇だから見に来たよ。配信頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。ゆっくりしてってください、ぜひ。え、食材売らない方がいいの？売っちゃったごめん。すぐ売れるものはお金にする売っちゃったごめん。次じゃあ取っとくわ。次取っとく。ハイパーライフル、もう変わってるじゃん。昨日言ってたのはスーパーライフルだよ。私なんだっけ、あの最終的に何なんだっけ分からなくなるんだよな。あ、ちょっと抜けます。いってらっしゃい、アンさん。29,820 レイ。これ、ああ、いや、手ぶれはいいわ。拡大しよう。拡大して、地雷はいいな。地雷はいいけど、カスタマイズ。あ、拡大率上がったら多少狙いにくくなる。あ、そうなんだ。スナイパーライフルか。スナイパー出てこないんだよな。もう覚えられないよ私。何？ウルトラスーパーハイパーライフル。もう分かんないよそれ。もう分かんないよ。まあ、ハンドガン強化してた方が一番いい気するよね。そうでもない。14,800。 あ、惜しいね。15,000 あったら全部できた。惜しいな。え、みんなあれじゃライフル好きだね。ライフル強化しとく？あ、キヒトさん、落ち着きました。コンアロン、お疲れ様。コンアロン。でも威力も上げておきたいな。ショットガン、私多分ライフルよりさ、ショットガンとかの方が使いやすいんだよね。強化しない方がいい？あ、これからまた使うから取っといた方がいいってことか。じゃあそうするか。
Thank you for your patronage. で、あっち側に行く感じだもんな。で、ここは出た、ほらほら、アンブレラ。ここにさ、あれ入れんじゃないの？これ。ほら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 、そうだよね。じゃあやっぱこれを4つ、What the hell? そういう感じ？そういう感じなんだ。そう、お金は大事だよ、そりゃ。へー、私どっちから来たっけ？ん？あっちから来た？ね、階層。あっちから来たよね、確かね。で、キーピックのところ行きたいけど。あの方だよね、一番トップの方。なんだっけ、なんとか様。赤さん、ちょっと落ちます、いってらっしゃい。で、こっちか、こっちだな。あれ、ローズの記憶なんかな。ローズの記憶をイーさんも見てるのかな。命の方が大事？そりゃそうだよ、お金よりってことの話でしょ。そりゃそうだよ。あ、そう、まずはミランダ。そう、ミランダ様。ミランダ様。あ、今度ナイフでやってみようか。え？おーおーおお。本当だ。ナイフでいけんだね。ナイフも強いってことだじゃ。はあ、はあはあはあ、ここあれだね、村編で。行けなかったとこだね、やっぱね。あ、お風呂行ってきます、行ってらっしゃい。あ、中央のマークでね、なるほど。じゃあこれから分かりますわ、ありがとうございます。それは、はいはいはい、戦女神の像ね。で、キーピックがこちら。あそこ、おばあちゃんに閉められたとこ。私はまだ根に持っている、あのおばあちゃんに締められた。で、これこっちか。はいはい、キーピックはありますよと。壊したものの請求書やめてください。ショットガンいいね。え、自転車で派手にこけた。気をつけて、お大事に。私前さ、ちらっと骨折したって言ったじゃん。あれ、自転車で道路に落ちて骨折したから、ほんとマジで気をつけた方がいいよ。あの、腕ダラーンってして、あのね、手首やったんだけどさ、骨折、手首のとこ持たないと痛かったの。そうなったら骨折してるかもしれないから、病院行きなね。使用した武器の請求書名、ちょっとやめてください。あの、請求書だけでとんでもないことになります。あ、ここみさん落ちます、最近あんまり見れなくてすみません、配信頑張れ。いや、ありがとうね、頑張る、おつあろう。とりあえず赤いところをひたすら見に行けばいいよね。あれ、まだある？ん？え、まだ赤いんだけど。上か、また。
前回の配信で私はね、上を見ることを覚えたからね。むしろ覚えてなかったんかいって感じ。いや、わかんないな。だ、え？いや、自慢じゃないよそれ。気をつけて。でもそうだよね、一回なったらさ、なんかなりやすくなるとか聞いたことある。私はなったことないんだけど。え？いや、みんな痛い話が、痛い話、みんな気をつけるんだ。怪我していいことはないよ。気をつけてね。アマチャさん、こんばんは。ところでアイテムは、え、取っていないアイテムはどちらになりますでしょうかね。うん、こことか開いてますものね。はい、うん、うん、ここはさすがに割れない。ああ、割れないわ。えー、なんもないか、さすがにね。あと、そっちさん、お帰りなさい。ブランコが頭に直撃。いや、痛いよそれ。いや、頭が一番大事だからね。よく言うじゃん、地震とかさ、起きた時に頭を守りなさいって。あ、え、いや違うよ、これじゃないよ。え？ちょっと私今回アイテム見つけられないな。部屋の入り口？上？ないな。え？嘘ある？いや、あったと、いや、うん、いや違うな、あれは違うでしょ。違うな、あれはただ空が見えてるだけだ。そうだよ、みんなもう痛々しい話をやめるんだ。痛いからね。みんな人生いろいろあるよ、人間だもの。うん、俺のせいでごめん。いやいやいや、そんなことない、そんなことない、ごめん、私も話しちゃったから。そんなことない。中の上、中の上、いや、ないかもしれん。材木ザ、ごめん、絶対合ってないですね。ヨシテルさんかな。あつみです、こんにちは。こんにちはじゃないな、もうこんばんはか。桜のアロマと申します。あつみさんっていうのはネタなので気にしないでください。もしよければお名前教えていただけると嬉しいです。ゆっくりしてってください。数書券って読めないわけじゃないです。はあ、諦めよ。え、正解してる？本当？え、本当ですか？材木材をしてるさんで合ってるの？本当に？あ、え、立花お母さん。いや、初見挨拶別に必要ないですけど、していただけたら、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ゆっくりしてってください。全然その必要っていうわけじゃないので、気にしないでください。
ただ来たら私が挨拶したいやしたいやってしたいなって思ってするだけなんで。そう、定型文が流れました。ああ、なんだ、いけんのかと思った私。またまだ閉じ込められてたんだね。小教会行くか。諦めんなよ。いやだってさ、大丈夫か。あ、一旦落ちます。いってらっしゃーい。うえー、カラス、カラスが。あそこの先がお城だよね。とりあえず小教会。ここもないんだよね。え？あんなのなかったよね。ザ現代ものですみたいな。NH? まあいいや。事故現場到着、到着、到着。EW、RW、いずれも発見できず。イーサン・ウィンターズ。ローズ・ウィンターズだ。はいはい、どちらも発見できず。村に侵入。数体の BOW と交戦。EW の痕跡を数点発展、 RW は不明。小教会を一時拠点とし作戦会議。 LBTDKN は研究室の捜索。 NHUE は禁止の採取と分析。 R 隊長は村外れの工場に単独潜入。クリスは？クリス・レッドフィールドか。クリス・レッドフィールドだから R 隊長がクリスだ。はあ、つまりクリスさんたちがここに来てたんだね。とりあえずセーブしてね。イーサンとローズだね。口回ってないんだ相変わらず。もうもはやそれがアロマクオリティ。よし、あとここもキーピックか。キーピック取りに行きたいね。いやー、ここにもさアイテムまだあるんだよな。上かやっぱ海まであれだ。はいはいはい、うん、オッケー。ナイフー、ササロー、ありがとう。あ、ちなみにナイフーはナイスーと同じ意味です。オートセーブ入った。ってことは？あいつらだな。あ、ほんとだ。揺れるわ。え、待って、めっちゃ来た。ああかな。あ、やばい、もうないわライフルが。え、イーサンとローズは殺したってことになってたの？え、でもさ違うよ。だって最初のなんだっけ、連れられていたところ、一番最初に連れられたところで事故が起きて、でなんかその時のメモには、なんだろう、あの殺すっていうよりかはなんか捕らえておくみたいな、捕らえておくとは書いてないけど、そんな感じなかったっけな。そうそう、捕獲みたいな。だから殺すつもりはなかったんだと思う。ミアは
殺すつもりあったんだろうけど、イーサンとローズはそうただの捕獲みたいな感じだった。出てこないですか、ここだって獣いたよね、一番最初のなんだっけ、ライカンだっけ。こっちからどうやって行くんだっけ。え？こっち側ってさ、どうやって行くんだっけ。こっちから行けたっけ。行けないか。あ、明日学校だから頑張って。ありがとうね、おつあろう。あ、ジョジョ好きさんこんあろう。ん？ここ行ったっけ。いや、ここ行ってない。こんにちは。いや、この子たちもきっとやれるんだろうな。やれるんだろうな。あ、でもここは別に行けないんだ。そうだよ、絶対お金になる子たちだよ、この子たちは。右下の猫にしか目がいってません。あ、天の声さん、そういえば言うの忘れた。天の声さんね、自由自在にあれだよ、色変えられるから。今日はヒョウ柄。尊い命に感謝してやるか。あ、ちょ待って、下手すぎる。ありがとう、感謝を。君たちに感謝して私は生きよう。ケンタッキー美味しいよね、食べたい。いや、バッテンついてんだけど、ニワトリさんに。どうやって行ったんだっけ。こっち開いてないじゃん。こっちは開いてなくて、どうせなら一発でやってくれよ。確かにそう思ってるかもしれない。全然やれねえじゃんこいつって。どこまで逃げればいいんだよって思ってるかもしれない。そう、これは私がやった後です。あ、ここ行けるじゃん。え、待って、やっぱルイザの屋敷から行くのか。いや、ちょっと一旦行ってみるか。やっぱりでもさ、ニワトリさんたちもさ、もう餌がないじゃん。これ餌なんかな。あ、待って、アイテムある。それを考えると、まだ美味しく召し上がれるうちに私が
食べるっていうのも一つの選択だと思います。いや、ライフルの方が弾使わんか。めっちゃ来る。さすがに死んだか。飼い主の顔が見てみたい。いやでも飼い主さんはきっと鶏さんの卵とかのためにその鶏を飼ってたんだろうから、戻ってきたね。あながち間違いではないんじゃん。なんかお金あった。でこっちからなんかある。ルイザの首飾り、監禁アイテムじゃない。でもこれ、あ、そうでもないな。ルイザさん、やっぱ換金アイテムか。換金アイテムだった。ルイザさんの売っちゃうの、売っていいの。あ、なんかある。え、めっちゃあるじゃん。なに、炸裂弾、炸裂弾っていうのを使う機会があるんですか。広範囲に炸裂する爆弾。爆弾使うとこあるって。あ、翔さんお帰りなさい。ここ火でマグナムだ。火で死んじゃいそうになったとこだね。もはや懐かしいよ。え、マグナムだ。かっこいい。あ、これグレランの友？そうなんだ。ここカラスかな、どっちかっていうと。ああ、また印ついた。何？どこギーつったの今。え、めっちゃカラスが。え？豚さんもいる。豚さんもいるよ。いなかったでしょ君、なんで急に出てきたの。え、待って待って待って、なんか襲ってきそうな勢いじゃなかった今。ちょっとさあ、みんな豚さんに感謝をするんだ。え、待って待って待って、攻撃される、攻撃される。ちょっと待って待って待って、いや待って待って、攻撃される豚さんともなると。あー、豚さん強いな。豚さんちょっと強い。やばい、痛い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 、意外と痛い。しかも、あ、感謝感謝、みんな感謝の合唱。特上肉、豚さんにも感謝をして生きよう。豚さんはマークつかないの？
こはやっぱさすがに登れないんだ。なんかさ、あれなんだよね、トンネルじゃない、赤い屋根じゃなくて、なんだっけ、家に向かうんだよね。そう、赤い煙突の家か。赤い煙突の家ってどこにあるんだろうって話で。あ、合唱してる、ありがとう。そう、動物たちにも感謝をして、私は今日も行きます、ありがとう。こっちは特に何もないかな。あ、なんかある、お金だ。あ、そろそろ就寝準備します、お先におつやろです。抹茶さんありがとう、おやすみ、おつやろ。ん、こんなとこあったっけ。だがしかし別に特にこれといって、なんかめっちゃ、あ、こんにちは、ヤギさん、そしてさようなら。やたらと動物を占めています。あ、今どういう状況、あー、キさんおかえりなさい。いや、なんでもないんですよ。その生き物に感謝をしてみんな生きようねっていう話をしてました。はい。ねえ、なんで豚さんはバツつかないの？鶏はついたじゃん。こっち側からさ、回れるとこないんかなって思ったけど、なさそうだよね。実はこっちじゃないのか。あ、ひぐれさんこんばんは。課題やってて遅れました。お疲れ様。大変だよな、課題とか。あと行ってないとこ、ここさっき言った鶏さんのとこだよね。そうだね、猫以外は全てやる。そうだねとか言ったけど、いや、食べ物じゃなければやらないよ、その無駄な命は。無駄な命を殺めるのは良くないからね。とりあえずセーブしとくか、また。あー、過ぎたわ。頑張ろう。別にどうしてない。まあ確かに無駄な命なんてないわ。ごめん、それはミスった。無駄な命なんて一つもない。ただやらないといけない時もあるよねっていう、うん、ごめん。あ、瀬川泉さんかな、初見です。この間お金がなさすぎてブックオフで卒業アルバムを売りに出し、初見さんなのにすごい強烈な自己紹介ありがとうございます。桜のアロマと申します。ブックオフで卒業アルバムって売れるもんな。あ、ちなみに初見さんってなネタなのでお気になさらず。ゆっくりしてってください。ちなみにこっから城ってまた行けたりすんの？単純な好奇心。あ、行けないな。あ、行けないんだ。あ、しゃがむより、こ
これで、これで行った方がいいか。あ、ちょ、待って待って。早い。あ、ちょ、待って待って。行くんだ。いや、行かない。ちょ、待って待って。やっぱ低い体勢がいいのかな。オッケー。難しいな。オッケー。あ、ソラさん？頭頭痛か。あ、治らないから。あ、おやすみなさい。お大事になさってください。私が魚をやってる間に、早い、いける、オッケーかな。アルさんがクマなのか魚なのかわからなくなってきた。そう、魚、猫だからね、魚を見るとちょっとうずいちゃって、ごめん、お待たせ。あ、眠たいから落ちる、ごめんなさい、また来ます。空白さんで結局良かったと思うよね。あの、ありがとうございました。ぜひまた遊びに来てください。おつあろです。そう、貴重な食料です。それだけでもこっち来た意味あったな。あ、魚のマークついた。ね、なんで豚さんはつかないんだろう。豚さん実はやってない？いや、そんなことないよね。え？なんであいつら何やってんの？むさぼり尽くしてんじゃん。私はただでさえもう今どこに行けばいいのかわからなくなっているというのに。いや、迷子来ちゃったな。なんでそんなに豚さんに罰をつけたいの。いや、だって違う、豚さんに罰、いや、だってさ、他はつくわけじゃないですか。なのになんで豚さんにだけ罰がつかないのかなと思って。理不尽っていうかさ、不平等じゃない？豚さんにだけつかないの。そう、そこで取れるよっていう意味なんだとしたら、じゃあ豚さんいたじゃん。そうでしょ。さっきの朝食べないの。ヒロさん、眠いので落ちます。おつあろう。おやすみなさい。おつあろう。明日テストあったの忘れてます。それ大丈夫？頑張ってね。頑張ってね、ゆるさん。おつあろう。カラス。確かに。カラスやったことないかもしんない。いや、でもすごいよね。だって、魚と、今何？鶏と豚を飼ってるけどさ、枯れるんだよ。だって、あれ、ここここなんかありそうだね。こんなとこあったんだ。あれ、俺だけ恨みで殺された。え、クマ
ーのぬいぐるみ、何それ。いや別に豚さんに恨みがねあるわけじゃないけど、ただ豚さんだけ罰つかないのかしなみたいな。あれ、あ、あったあった。あ、換金アイテムなんだ。リュークなら買ってくれるはずもう何でも屋さんみたいな。暗いかしらね。でもムカデとザリガニ、ちょっと思い出しちゃったじゃん。あったね、ムカデとザリ、何、あ、見つけちゃった。今チラ見、チラッと光ってんの見えた。今日の配信はメシテロですか。いやそんなことないでしょ、生肉しか見せてないよ。だって何、もうガシャガシャするのやめて。ふう、閉じ込めてくる。おばあさんやったら人肉手に入れるかも、肺に入るかもしれませんよってことでやっちゃダメだよ。おばあちゃんはまだ何もしてないんだから、私は忘れてないよ。おばあちゃんはダメだよ、やっちゃ。首飾り？え？どこから落としてんのマジで。私もお腹空いてきた。今サバイバル生活中だから。ここ行けないんだよね。あ、ん、おばあちゃんはね、まだやってないからね。え、ご飯食べたよ。今日は餃子ちょっとさ、餃子作りすぎちゃって冷凍してて、その餃子。あっち側に行きたいんだよ。なあ、何か今あった、ガンパウダー。あっち側に行きたいんだよね。美味しかったよ餃子。あ、てかなんだ、違くない？多分あっち側行けばいいだけじゃない？ドア2つあったじゃん私来た時。なんかさ、これ方向音痴っていうかさ地図見てないだけの話みたいな。地図見なくても分かるよって感じ。え、違う違う、こっちじゃないよ。あれ、え、私どこから来たっけ。あ、こっちこっちで、こっちこっちこっち。あ、ゼロさんお帰りなさーい。あれ、ここ開けなかったっけ。あれ、ここじゃなかったっけ。ここ、え、私あれ、私どこから来たんだっけな。ちょ待って、落ち着こう。あ、ここか。そう、本当にここはどこになっている、私は誰、記憶喪失にの、ここか、ここだ、ここだ、ここだ危ない。え、オートセーブ入ったんですけど、なぜですか。
で、こっち側行けばいいんだ。はあ、やれやれ。え？いや、行けないじゃん。なんか、待って、嫌な音してんだけど。いや、オートセーブ入ったってことはさ、こっちか。オートセーブ入ったってことはさ、なんかありそうなんだよ。いやでもよ、そっか、4つの羽か。私は今2つの羽のやつしか持ってないのか。翼がね、レッドブルーを見つけないといけないわけだ。じゃあつまりね。でもこっちはもう、鍵がないと、鍵とクランクがないとダメだから、え、じゃあダメだな。そうか、ここに行くために赤い煙突のとこに行くのか。いや、赤い煙突がさ、ね、デュークさん、赤い煙突、まあいいや、一応セーブして。そう、翼を授かんないといけない。赤い煙突、あれだ、あれじゃん。じゃあやっぱあっち側なんだ。あっち側にどう行けばいいんだ。ここ。ここが通れたらよかったんだけどな。リュークさん銃。うわ、撃たないよ。リュークさん助けてくれる人でしょ、今のところは。ここっぽいな。なんでめちゃくちゃ目立ってた。なんでむしろ見えてなかったんだみたいな。いや、ここ、一旦こっち側行くか。そうだ、ここアイテムどこだろうって言ってたとこだ。え、はいはい、上にいんだよね。上にいんのよ、ここ。いいや、一旦こっちに行こう。ない、ハンドガン、ありがたい。お、向かいの煙突の家から悲鳴が聞こえた。これから様子を見に行くが、瓦礫が邪魔で集落を大回りするしかない。馬小屋の鍵の穴がこんな時に役立つとはな。朝までに俺が戻らなければ、お前一人でルイザの屋敷まで行け、レオナルド。馬小屋、なるほどね。ここに、ここに書いてあったんだ。馬小屋ですって。もっと悲鳴。なんなん、みんな悲鳴不足なの。悲鳴助かる、悲鳴、悲鳴はそう。今日言うても、悲鳴あったでしょ、最初からボスと戦って。馬小屋に、馬小屋ってどこだ。まあいいか、ここをとりあえず調べて、進めなかったら。あ、ヨシテリさん眠くなってきたので落ちます。おつあろう、ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。おやすみなさい。いや、どこから来たんだよ。今パリン釣ったでしょ、明らかに。木彫りの動物。あ、これも換気アイテム？換気アイテム。あ、出た出た、組み合わせ可能系ね。確かに。顔と頭と合わせるんでしょう。
ひろっちさん、一旦風呂入ってきます。また後で。いってらっしゃい。音で脅かしてくるんだよな。悲鳴上げてても結構冷静。本当？慣れてきたんかな。あー、でもここら辺からいけそうだね、雰囲気。よかった。まあ出てきそうだけど、なんかは。スクラップ。落とせばいた。いるだろう、なんか音するもん。いた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 。早い早い早い。避ける、避ける、避ける。あー待って、やばいやばい。あー、オッケー。あ、白月さんこんばんは。こいつは豚じゃなかった。おかえりなさい、お疲れ様です。どのくらいの高さなら落ちても平気？やだよ、落ちたくないよ。どのくらいの高さでも落ちたくないよ。あいつだけではないんじゃないの。動いたりしない？いや、特に何も持ってなさそうだからいいや。で？うん、アイテム大丈夫だね。ないよね？大丈夫。うん。猫は落ちても平気？いやでもほら、私普通の猫じゃないから。まあ、何かで動かせそうだ、何かで動かせそうだ。そう言われましても、うわー違う。こっちは別に行けない。行けなさそうだ。あ、晩ご飯食べてきます。いってらっしゃい。大事。出てくるんじゃないの。また一匹なわけないでしょ。一匹って言い方ダメかな。一体。特にでも行けないか。特に何もない。何かとは何だろう。あの素早いやつかな、今のところ。何でしたっけね。ナイフのお時間です。うい。あ、なんかすごいスクラップくれるね。なにこれ、番号07、ラッキーセブンだ。
なんかある。ん？窓の外を見る。お腹空いてきたね。数字だ。あ、それで？え？お前、どこから湧いてきたんだよ。ちょ、待って。ドッキリマジいらんから、今数字しか見てなかったから、眼中にないからもうえ、絶対ここら辺でしょ、窓の。え、すごい。え、070408でいいのかな、何桁だったっけ。0704、あ、いけそういけそう。はあ、サプライズされたわ。070703だっけ。これ、あ、違うみたい。ちょっと待って、何か間違えた。070408070408070408、はい、新しい銃来た。これ何？結構、え、ハンドガンじゃん。え、フルオート。こっち使った方がいいよね。あ、待って、ショートカットにしてない。ショートカットで上に設定。でも7発なんだ。ちょっと待って、あの、汚いね、ちょっと整理しようか。あ、そう、覚えてられないの本当に。縦が、あー、綺麗にできない。私テトリスとか苦手なんだよね。まあいいでしょう、分かれば。あ、こんなもんだよ。ジャッキグリップきた。これで動かせんのかな。なるほど、こいつを強化した方がいいってことか。ありがとうございます。縦にできる？え、これって縦にできんの？あ、回転か。へえ、すごい。そうなんだ。本当にテトリスみたいだね。あ、これでじゃあ綺麗。私なんて弱点だらけよ、そんな。はい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 。でこっち側行くと。ただ7発なんだね。ああ、いるじゃん。いや、2しかないわ。これ入ってくる？入って、多いな。
山で。いや、もったいないが、しかし、いやは多いよ。強い武器は嬉しいけど悲鳴が少なくなるのは悲しい。大丈夫だって、まだ悲鳴控えてるから使わないちょっとグレンダー、すごい。違う、今笑ったのがさ、アロちゃんは完璧に見えてポンコツだよっていうなんだそれ、ポンコツに見えて完璧の方がいいじゃんそれ。完璧に見えてポンコツ、まあまあまあいいよいいよ。でも愛らしいってことね、分かってる分かってる、ちゃんと意図は理解しているよ、ありがとうね で、こっち側か。いやーいそうだな。ここには特に何もない、ない。なんもないの？え？ちょっと期待してたの。悲鳴宣言そうだね。え？斉唱されてんだ。悲鳴求めすぎでしょあ、開くんだ。 Do not enter、 どういう意味だっけ、立ち入り禁止的な。あ、違う、ここあれだ、来たとこか。あ、なんだ、来たとこだ。少し仮眠して帰ってきました。あ、空白で合ってる。よかった。空白さん、お帰りなさい。仮眠で大丈夫？無理しないでくださいね。あ、ソータさん、さっきまで席外してたんだけど、どういう状況？煙突、そっか、赤い煙突の家を目指してますね。はい。あ、とある人海人さん、こんあろう、くれました。いえいえ、こんあろう、お疲れ様です、ありがとうございます。あ、ここキーピックって私も持っ、あ、もえもう持ってないわ、使っちゃったな、キーピック以外。あ、でもここ入れなくて入れないんだ。遠回りしないといけない。こっちか、こっち側から行くしかないってことか。え、なんかあるじゃん、お金だ。あ、行けそうだ、行けそうだけど、なんかいそう。え、ここ来てないよね。え、来たっけ。ん？あー、馬小屋ね。
もそうだよね。馬小屋ってさ、馬小屋って今取った？馬小屋馬小屋ね、馬小屋。そうだ、忘れてた。ごめん、忘れてた。ありがとう。これか。これね。これだ。あったわ、そういえば。あー、うん。あ、待って、でもそれってどっから来たっけ。え、こっち側から来なかったっけ。あれ違うわ。そうそう、あ、知ってた。そうだよね。あ、いや、あった。そういえばね、ちょっと遠い記憶待って、それどこだったっけ。あ、これだ。あ、これだ。危ない。あ、アウトに見せかけてのセーフ。どうしよう。いや、ありがとう。え、で、え、どこをどう動いたの。え、ここがいけるってこと。あー、ここがいけんだ。これバックした方がいいのか、前進んだ方がいいのか、もんだよね。あー、前進んだ方がいい感じか。あ、そう、基本わざとだから。そう。いや、わざとでこんなことしたくないわ、私。わざとでやるのはどうなんだろう。あざとい人ってさ、できるのかな。あ、落とせば開いて。今いる音がする。一発しかないわ。取っとかなくて平気かな、これ。まあいいか、使えるもんは使っとけ。早いんだよね、だから。強いんじゃ。しゃあないな。回復薬なくなったか。作ろう。じゃあ2個くらい作っとくか。うん、回復大事。ちょっと慣れてきちゃったかも、あいつは。あー、なんだ、こっち。いや、こっちじゃないな。ちょっと一旦戻ろう。バックしまーす。で、あ、ここ一回来たような気しない？で、なんかここないんだって言った記憶がある。あ、待って、でもあそこにさ、キーピック以外のアイテムあるかも。あ、やっぱここ来たね、確か。あー、なに？あの豚め。いやー、でも銃もったいないよな、この豚相手に。え、今回一発だと。もうびっくりしたな。びっくりしたよね。豚の復讐。確かに豚も生きているから。ああ、ここ。あ、
見てみんな豚さんマークついた。あ、豚さんがまだいたからね。まだいたから豚さんのマークがつかなかったんだ。はい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 、なるほどなるほど。じゃあ今度からマークが出なかったらまだいるんだなって思うわ。え、アイテムなくない？また上か。あ、白うさぎさんお帰りなさい。豚さん逃げて今寝ぼけて夢の内容書こうとした。いいよ別に書いても。アイテム今回のアイテム結構難しくない？全然見つけられない私。あんのよね。え？ちょっとみんなで考えよう、アイテムの場所。あ、猫が動いてる。あ、そう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 なの。天の声さん動きました。あの基本的に忙しいから喋らないけど。うん、見つけられん。反対側だ。床の下さん、こんアロマこんばんは。今癖でこんアロマって言っちゃった。こんアロマがなんかあの挨拶なんで、すいません。こんばんは。ゆっくりしてってください。あ、アイテムある。スナイパーライフルだ。ありがたい。ってことはまだスナイパーライフル使うときがある。特にこっちはないね。赤いんだよね。時々ギシギシ言うの何なんだ。言い直します。こんばんは。いや、ありがとうございます。こんばんは。あ、そうだそうだ、ここがね鍵でね。ここさっき見たよね。なかったんだよな。上も情けふんふん。あ、ひろっちさんお風呂からただいまお帰りなさーい。ブリティッシュショートヘアという猫かわいい。あー、かわいいかわいい。ちょっとブチャイクな顔してる子でしょ。かわいいかわいい。もう私は猫だったら何でもウェルカムよ。いや、なくない？巧妙すぎるな、ちょっと。うん、よし、次行くか。次ってどっちだっけ。
あ、こっちじゃない。こっちだ。さあ、諦めが大事。諦めるところは諦めよう。なんでこんなとこに落ちてんの。いや、ヤギがむごい。いるな。いる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 、いる音する。うん、さっきからさ、めっちゃお腹鳴ってるんだけどさ、聞こえてないよね。大丈夫だよね。まあ聞こえてたとしても大人な対応をしてくれると信じてる。どこから来たお前ら。ちょちょちょ、また一体じゃなさそう。そうだよね。うん、だよね。ナイフ。いや、ここ行けそうだけど。あっちも行けるよね。で、どっちにしろ行かないといけない感じだから、一旦入るか。あ、手榴弾。あ、聞こえてないよね。ありがとう。よかったよかった。そうだよね。え、なに、え、なに、え、なに、そこにアイテムがあるんだってよ。なんでだよ。こっちから開けないとダメ？これか。今何もいないよね。ちょっと今なんかいるかと思った。聞きたいってなんだ。聞いてもでしょ別に。人のお腹の音普通よ。ギュルルルって言ってるだけよ。待って、なんか強そう。ちょ、待って待って。いや、あいつはダメだ。ショットガン。え、強ない？強い強い強い。ちょっと。あー、待って、今。やばいやばいやばい。まさかのここで死ぬ？ここで死んだ。強い。なんであんな装備してんの？ねえ、初期のさ、ゾンビを見習って。ねえ。これどこだっけ。これ、これだいぶ前からじゃない。そうでもない。なんかどこだったっけみたいな感じなんだけど、ここ。オッケー。え、ほんとだ。豚さん？豚さん消えてる？くそー。
クソとか言っちゃいけない。失礼しました。豚さんどうだっけ。え、豚さんってどうだっけ。あ、ここか。ん、いや違うな。待って、これどこ、どこさやって、どこやってないんだかもうわかんない。私バイオの配信ですよ。そうそうそう。あ、ここのおみさんこんがろー。あ、動物っている。ここだっけ。あ、ここだ。ちら、ダメだ、食らった。もうあの豚さんは食らう運命。よしよし。で、はい、着きました。で、あとアイテムは分かんないからもういいや。で、行こう。いやー、セーブ、セーブかー。あ、仕事なので寝ます。おつわろう。資料の桜さんありがとうございました。おつわろう、おやすみなさい。明日頑張ってください。明日ってか明日も。ここ何体だったっけ、覚えてないな。2体はいたか。あ、そうだ、あの上にいんだよね。上のやつは書いてるわ、頭を。で、あ、いや、めっちゃ多かった気するな。あ、2体か。OK。実家が、実家が恋しいね。学校3時間授業？寝なくていいの？明日大丈夫？敵の装備を奪えば強くなる確かに奪えるのかな。あ、ショットガン引きつけて撃つ。そうだね、私永遠と言われてるそれでも一撃がさ、あいつら大きいんだよね。まあそれでも引きつけた方がいいんだよね、効果的にね。頑張る。で、出るか。頭痛くなってくる？大丈夫？言った？一旦セーブ挟むのもありだけど、ちょっと遠いな。いや、来るって分かってれば多分大丈夫でしょ。明日もしライアンさん、大丈夫大丈夫無理しないでね、ありがたいけど。よし、あ、仮眠少なかったから落ちます。ごめんなさい、明日配信見に行けたら見に行きます。ありがとう空白さん、ちゃんとしっかり寝てください。お疲れ様です。ありがとう、おつわろう。ちょ待って、今日ちょっとさ
お尻また整えてなかった。ちょっとだけ整えさせて。痛くなってきた。うひょ。オッケー。あ、水分も大事。ありがとう。じゃあ水分もついでにいただきます。よし、オッケー、整えた。オッケー、ありがとう。ここで来んだっけ。ワンチャン距離取って逃げるという手もありますよね。いた。いやー、分からんな。でも強いな。あれどうすればいいんだろう。間違えた。いや、強い。いや、待って、また死ぬかもしれない。いや、死なないけど、ちょ、待って。え、あいつ強くない？あいつどうやってやりゃいいんだろう。胴体か。 OK、 分かった。どこから来るんだろう。ハンドガン、どこから来んの。また最初の位置。いや、待って。スナイパーで狙った方がいい。ダイナマイト、なるほどね。これでも広範囲、あ、広範囲じゃないやつあったな。これか。これをショートカットにして、一旦ナイフのとこにするか。どこから来るの。あ、来た。待て、その使い方間違ってる。頭なんだ。オッケー。頭でしたね。ありがとうございます。いや、また死ぬかと思った。よかった。ま、あんなのうろつかないでほしい。ナイフ。え、共同墓地加工場最何。あれ、そうだ、ここ、あれ、ここ来なかったっけ。ここ来たよね、確か。あ、そうか、それで追われて戻ってきたんだ。逃げてきたんだ。忘れてた。いや、ちょっと弾が、ハンドガンの弾作っとこう。明日早めなので今日は寝ます。おつわろ、ありがとうございます。おそばさん、おつわろです。おやすみなさい。セーブしたい。もしくはオートセーブ入ってほしい。
ちょっとナイフに変えるわ。ゲイ。とりあえずこっち行くか。いや、こっち行くかっつったけど、特になんもないかな。ここって一回来たとこ？あ、いや来てないな。御用の方へ。家主が長期不在のため家の鍵を預かっております。ベネビエント家庭師ヨーゼフ・シモン。あー、ギターみたいな鍵が必要だから。ん？ハーブだったのにただの回復薬？でもハーブも、ハーブあるよ。ハーブと薬液で回復薬だから、あながちハーブも間違ってはない。なんかヤギの音する。ヤギの音するぞ。え、いたね。え、待って、あそこ届かないじゃん。よしよし。あ、ウィッサンコンアロン。ヨーゼフさんとか名前覚えられないもんね、絶対ね。あ、いるわ。どこ？ね、急に音がさ。オッケー。あー、グリーンハーブとレッドハーブとブルーハーブが恋しい。そういうことか。確かに。でもまあまあまあ、あれ合わせるの大変だったっちゃ大変だったから、楽にはなったんじゃない？そういえば私さ、あのなんかもう一つのさ、これも見つけてないんだけど、頭。どっちも胴手に入ったけど。何が出るかな？何もない？あ、あるあるある。キーピックかな。アンドレ。アンドレだから出てこないでしょ、この話に。あ、そうか、ここ行けないんだ。なんか御用がある方はうんたらかんたらって。つまりその人を探さないといけないのかな。これでいけるよね。うん。英語の授業？私の英語のひどさはもう分かってもらったでしょ。え、分かってもらえてるよね、あの英語配信のひどさ。またね、やるけども、一応私も1日5分くらいはやってるよ。ハンドガン、ありがたい。眠たい。あ、まだ見て。ありがとう、嬉しいけど無理しないでね。あ、井戸のハンドル。井戸のハンドル？あそこってハンドルだったんだ。
来たね。これで井戸系いけるのかな。エーゴロ誰だよ。そう、チリも積もれば系で5分はやってる。登っていく感じか。あーっぽいな。でも井戸ももういけるんだよね。まあ戻らないといけないけど。道になってる。これどっちも行けそうじゃない？ニワトリさんがいるよ。どっちでもいいのか。これだって一回降りたらさ、こっちはでも、あるわ。あ、めっちゃニワトリさんいる。あ、こっちはアイテムがあるだけ。待って、このなんで740消えないの。あ、ヒートル拾ってなかった。ニワトリさんいるね。今度バイオではやらないよ。英語配信でしょ。バイオではやらないよ。英語配信、英語の勉強ってやって。ニワトリさんが3匹もいらっしゃる。感謝。あ、感謝。すごい、なんかこのニワトリさん近づいてきてくれたと思ったら即逃げてる。どこ行った。しゃがむか。待って待って、早い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 。待って待って、回る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 。あー、回ったな今。大丈夫、みんな酔ってない。いや、ほんと感謝してる。いつも君たちにも助けられて私は生きている。よし。そう、そんなに空振りするの。オッケー、マークついたね。一番すばしっこいかもしれない。向こうから施錠されてる。入れない？今喉鳴ったわ。ああ、ここ入れる。あら。なんかどっちかの頭とかだと思ったら違かった。なんもなかった。何これ。何もないみたいだ。あ、こっちから出る。いや、でもニワトリさんがいるところまだ取ってないアイテム。あ、でもそっか、ここが入れないからか。もう訳が分かんなくなってきたけど、とりあえず鍵外して、はいはい、ここに戻ってくるね。で、井戸行けばいいのか。私がフラゲー要素。ポンコツって言ってごめんなさい、殺さないで。そこに怒ってるわけじゃないけど。あ、ひろきさんすいません、明日5時起き。あー大変だ。ココイラで失礼します。アーカイブで楽しみますね。おつわろです、ありがとうございます。明日も頑張ってください。おつわろです。そう、いつも通りにマップが広すぎて。とりあえずここはいけるね。
あれか。何が来るかな。動物の来たね。で、こっちか。これと、はいはい、組み合わせる。来た、ヤギだ。あのヤギって売れるの？ああ、高額換金アイテム。いいね。井戸マークついた。あ、ここにも井戸あるけど。とりあえずでもセーブしたいよな。遠いなあ、こっちの井戸。あ、カツノタカシさん、こんろー、こんろー、フットサル行ってきた。おお、いいですね、運動。私、久しく運動してない。とりあえずセーブするか。セーブが？そう、井戸ね。井戸遠いな。迂回していかないとまた行けないんだよね。あ、いや、こっち側から行けばいいのか？ちょっと待って。ここ？うん、こっちじゃない。いや、そう、ここなんだよね。今夜何時まで配信しますか？どうしようかな。とりあえず井戸やりたい気持ちもあるけど、井戸が12時とかまではさすがに終わるんじゃないかなって思ってるんですけどね。どうですかね。運動ね。そう、私も運動した方がいいとは思ってるんだけど、なかなか。ここ開けてなかったっけ。あれ、あ、開けてなかったみたい。ここ登って、お昼の12時は強すぎるでしょ。どんだけやるんですかみたいな。え、こっから中入んの。あ、終わったらゆっくり休んで、今日いろいろありがとう、おやすみなさい。あ、ゆあさん、ありがとうございます。おやすみなさい。おつわろう。長時間配信、まあ、つよつよでもないけど、なんだ、いや、いるわ。むさぼってる。一匹だったらでもハンドガンでいけるか。調子乗りました。12時まではやりません。夜中の12時ですね。なんかね、
2月1日ミランダ様にヤギ2頭を献上。ミランダ様にあーけ毛織り毛織り物献上。指定された薬品と器具を数日内に用意するよう言われる。何に使われるのだろうか。ミランダ様からの連絡なし。やけに家畜どもが騒がしい。夜明け前、剣の品を岩の教会まで届けるよう言われる。そこで私は恐ろしいものを見た。そこには4人の貴族様と見知らぬ赤子を、はあ、ダクミランダ様がいた。ミランダ様が何かをつぶやき、そっとその子の顔に触れた。すると何ということだ。見る間に赤子の顔が体が白く結晶のように変わっていくではないか。そしてその結晶を、はあ、私は思わず尋ねた。一体なぜこんなことを。ミランダ様は微笑み言った。この子は選ばれし子、いかなる姿になろうとやがて元に戻ると。そして貴族様たちが結晶を一つずつ授かり去っていった。私はミランダ様への礼儀も忘れその場を逃げ出した。恐ろしい。一体あの子は何なのだ。ローズだね、これは明らかに。あ、ヘビさんお帰りなさい。クリアするまでは終わりませんはやりません。何、また漢字間違ってた。これ何ですか。鍵。はい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 、双翼かな。鍵は3つの部品で真の姿を取り戻す。うーん、あー来た。あ、待って待って、ちょっと待って。え、これ、いや、これ、はい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 、で、はい、来たね。よしよしよし。 Better see the Duke again。 オートセーバー行った。やっとオートセーバー行った。はあ、で、この部屋はもうないかな。うん、うん、もう用はないと。うい。で、井戸ってさ、井戸ってこっち側から行けんかったっけ。あ、行けそうだね。ちょっと井戸一回行こうかな。ハンドガンの強化をすべてマックスにして。ハンドガン縛りしないです。え、鼓膜へのやつ足りない。嘘。うん、まあ探索だったからね、主にね。で、はいはい、まっすぐ行って。アリクイさん、初見です。友達に勧められてきました。え、ありがとうございます。初見っていうのはネタなので気にしないでください。ぜひ、ゆっくりしてってください。え、嬉しいな。友達さんも、どなたかわからないけど、ありがとう。ちょっとたまにうるさくなるんで、気をつけてください。で、ここの先か。え、待って、でも鍵開いて、ああー、待って、こっちじゃない、こっちじゃないわ。あーんと、こっち行かないとダメなんだ。で、よし、でこっちと。オッケーオッケー。で、あれ、あ、こっちか。井戸のハンドルつけます。何が出るかな。キーピック、いいね。キーピックここで使え、いいじゃん。
そのためのキーピック。キーピックね、もう持ってなかったんじゃない？今手に入れた。あったわ、ごめん。あった、あったみたい。うん、あったみたいだわ。あ、ごめん。あ、そうだった。で、また迂回しないといけない。覚えてなかったわ。あ、まだね、こっちじゃない。回れ右します。ん？いや違うわ。あ、待って、あ、ここか。あ、待って、 こいつの存在私すぐ忘れるわ。あ、ポンアロはあのポンコツアロマの略なので、皆さん気になさらず、まあ使っていただいて。はいはい。で、こっちで、はい、こっちね、さっき来たとこね。で、あの中にあると。よし。あ、で、ここだ。はいはい。お、スナイパーライフル、いいね、助かる。周り左。まあ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 、いいじゃないの。そういうこともあるよね。ああ、カフェイン、あ、私全然取らないよ。あの、ちょいちょいさ、写真あげてるんだけど、ツイッターで。本当にその写真の時以外全然飲まない。基本的に水が好き。ここ取れてないんだよな。あ、こっちの井戸もあった。ここってもう行けないんだっけ。ちょっと行ってみるか、また。なんかこれあれだね、井戸で時間かかりそうだから、井戸をある程度できたら終わるか、今日は。ね、香水か軟水。軟水、絶対軟水。香水ねえ、美味しさ分かんなかった。あの、海外のお水。こっち側から行けたんだっけ。いや、行けないか。どうやって行くんだっけ。終わるまで排除しないって書いてないでしょ。クリアするまで終わりませんよなんて。しない。するときはちゃんと書くから、配信のタイトルとか。あれ、打つとか。お、あ、これだね。あ、来ました来ました。 OK です。香水と軟水ってなんかお水の種類みたいなのがあって、なんか日本は主に軟水って言われてるのね。なんか口どけがまろやかみたいな感じなんだけど、香水って海外だと結構香水らしくて、なんだっけな、ボルビックとかだっけっていうお水があるんだけど、メーカーさんのは確か香水とかだった気がする。だから私あれはちょっと苦手だったな。あんま美味しく感じなかった。まあ好みよね。ミネラル量の違いなんだ。へえ、そうなんだ。
8日から12日までのバイオビレッジって耐久で、耐久ではない、耐久ではない20時半からだよっていう意味あれ私今戻り方が分かんなくなってんだけどさこっち入んだっけ。あそうだこっち入ってこうかちょっと戻り方分かんなくなってた。あイロハスね、確かにイロハスは美味しい、私も美味しく感じる。でこっちに行きたいな。今がこっちだからあっち側だね。ほんで、はあ、こっち側だ。いやこっち側から行けないんだった。一回あれか、中から入ってかないといけないか。あここでもさセーブあったよね。一旦セーブしようか。これか。目青くなってきたね。そう基本的にちょっと迷子になっちゃう。迷子は迷子のことです迷子って言っちゃって迷子になっちゃった。あ待って今普通に通り過ぎたよね。あれだよね危ない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 。セーフセーフ。オッケー。何二つ穴の首飾り、高そうじゃない。あれどれだ。これだ。これも組み合わせ系なんだ。え私組み合わせられるやつあったっけ。なんかなかったっけ。ルイザの鍵とかあったの。今たまたま。あ組み合わせできない。えここら辺って組み合わせできないの。できないんだ。すごく高いやついいね。ええそのルイザの鍵はどこに使うの。これ待って使うとこあったっけ。とりあえずここの井戸は OK。ちゃんと調べる、えらい。今気づいたんだけどさ、今気づいたがゆえに、えどこで使うんですかみたいな感じになってる今。ここもしやマークを見よう。マークを見よう。なんか三つ葉みたいな。どうなんだろう。そこなんかな。装備？装備できんの？何を？鍵？ポンワロポンワロ言うんでない悪かったよ。あれそういえばここの鍵は何だったの結局。ここはまだ開かないの。ここ欲しいんだけど私。ここのなんかさないの。なんかないのかヒントみたいな。これ欲しい。そう迷子中ナウナウで、ここは6つ。あとはここ行くか。やっぱりこ
と、いや、ここってどうやって行けばいいんだ？え、ここ行けないとこ？ここのだって鍵は開かないもんね。そうだよね、だから迂回したんだよ。ちょっと待って、お尻整える。待って、足しびれてきた。ふぅ。まあ私だって怒る時はあるよ。あんまないけど。井戸はもうない感じだよね、今のところ。多分こっちはさ、でもさ、こっち側から行けたんだっけ、行けなかったんだっけ。それにもよるよね。裏でブチ切れてる、怖すぎでしょ。それこそマジで腹黒いね。ね、待って、どうやって行くんだっけ。ちょっと待って。ね、マジでマップがさ、きついよ私。こっちだっけ。いや、もうダメだ、これは分かんなくなるわ。そう、鍵がね4つになったから、そっちのこっちに戻ればいいのは分かってるんだけど、違う、こっちに行けたんだっけと思って。ここの、ここ鍵手に入れたからさ、ここの鍵か分かんないけど。うん、あ、眠たいのでもう寝ます、おつわろう。日暮さん、ありがとう。おやすみ、おつわろう。でもこっちから行けなさそうなんだよな。こっちからこう行ってこう行くのかな。とりあえず先進むか。もう分かんなくなっちゃったからな。どこから行くんだっけ。バックか、バックします。こっちだ。で、間違いなくセーブ、今オートセーブ入ったし。で、戻って、はいはいはい、入りました。How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses. はいはい。あの、Where are the rest of them? クリスプじゃなくて、クラスプじゃなくて、You have the one.The other lords have the rest. 名貴族が持っている。まあ、間違いなくあのいじめられてたところの人たち。ルーラーの this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the lady Demetresc. なんで知ってんの？ The second lives deep in a valley of mist. The dollmaker, Donna Beneviento.None of her playmates have ever come back from that day. 怖そうだな。人形操ってくんのかな。The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. 怖い、怖そう。
フラスク、フラスコ、どれ、フリスクではないのは分かってる。クリスタ、何？The fourth and most dangerous is Heisenberg. ゲーム仕掛けられた人じゃん。Let's just say parts of the human imagination are better left alone. あの、ミートと同じ匂い感じない？気のせい？マップがなんか増えたわ。ルイザの遺品は手に入れた。マエストロの収集品。If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. めっちゃ優しいじゃん。デュークさん。Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this?Why, it's all part of our first class customer service. 顧客サービスの一環。Please do come again soon. いや、何者なんだよ、マジで。とりあえず換金しよう。As you wish. Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. なんかニューって言ったね。食材調達。これで使うんだったんだ。だから換金しないでって言ってたよね、確か。すごい美味しそうだ。めっちゃ美味しそうじゃない。ガード陣に受けるダメージが減少する。体力の上限、それは確かに売ったらもったいないわ。うん、あ、ミルクティーさん、初見に近い視聴者です。こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんばんは。どうぞゆっくりしててください。もう少しで終わっちゃうかもしれないけど。無限巻きするとこあったら強すぎないそれ。どう、あの動物の森みたいなこと、無限巻き。ガード時に受けるダメージが、これ強くない？ガード時に受けるダメージが大きく減少する。これ作っとこうかな。え、魚の肉がほらー、売っちゃったからできないんだ。あ、じゃあこれでいいや、これ作ろう。Don't let up yet. We've gathered all the ingredients. Now. Now. Here it is. Please join me. 美味しそう。食べてる。いいね。To think such a dish could be had in this winter-bound frontier. え、永続じゃないの？ガード陣よりヘルスあげた方がいい。あ、やっちゃった、ごめん。あ、ライアさん、明日のために早めに寝ます。おつあろう、おつあろうです。ありがとうございます。おやすみなさい。これ体力の上限。じゃあ次これやるか。あと、うん、あ、待って、水族効果と、あ、じゃない、これ水族じゃないわ、永続か。あ、待って、私点が見えなかった。点が見れなかったの、違うの、あの永続効果がね、そう、うん、永続がそうなんだよね。あと作れないか。
みんな今何も聞かなかった。そうでしょ。そうだよね。1万大きい。これは組み合わせ可能だからまだ売らない方がいい。これもまだ。クマのぬいぐるみ高くない？ 4,000 もすんだ。これは売っちゃっていい。これも売っていい。いいね、1万 5,000 で、ここはもういいと。はい。ああ。そう、みんなね。Please do take a look at my new stock. みんな何も聞かなかった。で、新しいハンドガンだ。こっちだよね、使ってるの。これをあげたい。いや、私は今お金持ちだよ。It's fine. All finished. これ全部あげちゃうか。One moment, please. ね、何も聞いてないもんね。そうそうそう。オッケー。え、まだ5万レイもあるよ。ショットガンとかあげとく？あ、アイテムスロットか。アイテムスロットこれね。確かにこれ高いね。買っとこう。オッケー。One of my most popular items. で、これ買っとくか。これでなくなるわ。でもこれ大事そうだよね。これ買っちゃうわ。I hope this one make... OK。これでいいや。It's itself useful. OK。Have a wonderful adventure. Yeah? OK。やっぱここあるんだね。待って、ここにもあった。今日あれかな、ちょっと取れる範囲のここを取りに行こう。ここを取りに行って終わりにしようか。打とうとしてないよ。打とうとしてなかった。でとりあえずここに行きたいね。セーブしたから。まっすぐ行って。そうだよ、だってもう、ま、もういい時間じゃん言うて。あれ待って、ここじゃなかったっけ。もうさ、すぐ行き方忘れんだけど、どうしたらいいんだろうね。あ、こっちか。そう、メイゴさんはこちら。ハロチューが駆られる時が来たようです。なんでよ。どこだっけ、待って。あ、え、あ、どこだっけ、ちょっと待って。鍵で扉？どこの？ここだって開けらんないでしょ。この赤いやつも本当はずっと気になってんだけどね。地図に書き込みできたとしてもアロさんならわけわかんなくなってまくるです。あ、わかんないかも。あ、そうだ、ここの中入るんだっけ。あ、違う、こっちではないか。ここは用ないんだ。え、どっかになんか扉あったよね。ここだっけ。あ、ここか。あー、で、はいはいはい、うん、こっちと。あー、で、あーと、こっち。
あんはん、合ってる合ってる。あ、ラッキーさん、ただいま。なんか寝てた、お帰りなさい。え、寝なくて大丈夫ですか？もう結構寝る時間じゃないの？大丈夫、無理しないでね。ありがとうございます。で、こん中だ。あ、待って、こん中っていけないじゃん。あ、ここらいいじゃんのか、じゃないよね。だよね。あ、じゃあここはいけないとこなんだ。まだ。見ても迷子になる。何のための地図？そうだよ。あのね、方向音痴をね、舐めちゃいかんのよ。方向音痴はね、地図見れないようなもんだからね。いや、これどやるとこじゃないのはもう十分分かってんだけど、こればっかしはね、もうしょうがないんだ。あっち側っていけないのかな。こっち側、いや、いけないっぽいよな。だってこっちってここに繋がってんだもんね。いけなさそうなんだよな。こっち側とかいけないでしょ、だって。こっちがいけないんだよ。直感さ、冴える時と冴えない時があるから。ここでしょ、だってつながってそうなのって。やっぱりこっちからここら辺なんじゃないの、つながってんの。ここら辺なんじゃないの。ぽくない？だってさ、もうあの先に進まないと、進まないとこっぽいよね、やっぱり。じゃあそろそろ終わりかな。戻ってセーブして終わりにするか。いや、私もさ、行ってみようと思ったんだけどさ、やっぱどう考えてもこっちじゃないしな。ここら辺でさ、行けなさそうなんだよね。そう、4つのさ、鍵のとこはもう行けるようになったから。どこだっけ、またまた迷ったわ。あー、合ってる。あ、ここだここだ。あ、寝ます、おつあろー、おつあろです。待って、やっぱリュークさんとこの2つ、また落とせばいた2つさ、2箇所行けるとこがあるんだよ。このこっち側とさ、こっち側、どっちもそう、4つの羽の扉なの。だからまあ、うん、こっち側から行く。あー、じゃあ分かった分かった。左だけ行ってやめるわ。結局何もしてないから、こっちだけ行ってやめようかな。で、反対側絶対なんか来そうだから。あれ、私4つにしてなかったっけ。あ、違う鍵やった。これって4つじゃないの？え？
あ、胎児の鍵？また違うんだ。私同じ鍵だと思ってた。違う鍵なんだ。じゃあ終わりかな今日は。あ、待って、でもクランク橋ってさ、クランク橋はそっか、井戸とはまた別か、行けないのかな。あれはクランクはまた別。こっちにもなんかさ、扉っていうか鍵あったよね。鍵が必要なところ、どこだっけ。これ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 だ。これはまた別。来たみんな、秘宝チェザレのゴブレット。え、今ゴブレットだった。なんだなんだ、ここのだったんだ。よかった、気づいて。高額換金アイテム来たね。ナイス。いや、これで一応あそこを確認して、まあ無理だなっつって戻ってやめようか。じゃ多分ここは無理だよね。回す系のやつ違うもんなね。はい、違います。ここはまたクランクみたいなやつが必要ですね。で売ってやめよう。で次はあの新しい扉の鍵を開けて、こっち側かな、行きましょう。というわけでね、監禁して。 Welcome, Ethan. 声が書いてる、ティーソリだった。そう、私なんてね、言う19000レイ、やばくない、超高いじゃん。やったな、これは。で、カスタマイズしとくか。なんだっけ、いや、意外といいか、意外といいか。あ、スルメイカさん、おやすみなさーい。あつあろーん。カスタマイズしてた方がいいかな。ショットガンとかあげとく。まあいいか。Securing good. I look forward to seeing the fruits of your exploration. ここでセーブして、はい、風呂から上がったら勝手にベッドで寝てて遅刻しました。ただいま正解いたしました。お帰りなさい。そしてブラクラさん、ごめんなさい、今ちょうど終わるところでした。ごめんよ。あ、自分も今日はもう落ちます。おつあろでした。ありがとう、ソータさん、遅くまでね。おつあろう、おやすみなさい。まあ私もそろそろ終わりますけども。次は鍵を使ってここから右隣のドアに行くということでね。大丈夫です、赤みます、ありがとう。ね、キリいい感じでいいのではないでしょうか。そう、終わりだよ、終わりだよ、終わりだよ。そうね、始まるよから始まって終わるよね。うぃー、よし、明日は、明日も20時30分からやりますので、またぜひ来れる方は来ていただけると嬉しいですね。はい、終わっちゃうね。今日も楽しくできましたか？大丈夫でしたか？ちょっと今日はね、悲鳴少なめだったからね、あのアロ中の皆さんは物足りなかったかもしれないけど、まあでも最初がボスみたいな感じでね、大変だったからいいんじゃないでしょうか。終わっちゃう、終わっちゃう、今日はもう終わっちゃう。明日の配信も行く、ありがとうね。あ、そう、3時間、意外ともう3時間ね。ありがとうございます。喉大事にします。楽しかった、よかった、今日も楽しかったよ。片言だな、大丈夫か、楽しかったんか、それは。鼓膜がまだまだ元気。まずはね、あんま叫んでないからね。
そうだね。まあ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 、物足りない方はぜひ今までのアーカイブも残してますので、夜に垂れ流してもろて、はい。あ、そうだ、今日さ一個告知増えたんだったわ。ただすぐすぐできることではないんだけど、あんね、桜のレディオあるじゃないですか。桜のレディオをコーナー2つあったと思うんだけど、新たなコーナーを増やしました。実はその名もアロマクオリティな恋愛相談室。まださ1本目も上がってないのにまた増やすのっていうお言葉があるとしたら、非常に分かってる、非常に分かってるんだけど、まあ、今までのお願いアロマちゃんとかのコーナーでもちょっと恋愛系の相談もちらほらいただいておりまして、でそれはそれでお願いアロマちゃんの方で使うと思うんだけど、まあそれとは別にまたその恋愛相談室的なのをね作ったので、まあもしよければそちらもお便りいただけますとってことです。ただただですよ、増やすと言っても皆さんお分かりの通りまだ1本目も上がってない状態です。多分そのうちもうすぐ上げられると思うんだけど、まだ上げられてない状態で、で現状今そのお願いアロマちゃんと桜の先生なんだっけ、待って待って、お願いと褒めるか、桜の先生褒めてか、はい、危ない危ない危ないのコーナーだけでも結構ありがたいことにお便りいただいておりまして、1本目はまあ そっちだけなんだけど、そっちもすごいねお便り溜まってるから、いただいてもすぐすぐ回せはしないんだけど、一応コーナーとしては一つ増えましたよっていう告知でした。はい。そう、まあアロマクオリティという言葉を説明いたしますと、アロチューの皆さんはね大丈夫だと思うんですけど、まあ、いい面悪い面含めて全てのその品質のことを言いますね。アロマクオリティ、ちょくちょく動画でも出てくるかもしれないですが、それがアロマクオリティ、つまりアロマクオリティな恋愛相談室はそういうことですね。私のクオリティの恋愛相談室でもよければ送ってくださいってことです。まあまたなんだろう、概要欄動画の YouTube の概要欄の桜のレディオのページ URL 貼ってるんで、またそのね URL 飛んでいただけたら詳しい内容が書いてます。まあまあまあ、あればということでいう告知でした。増やすの、そうなんだよ。でもさ、お願いアロマちゃんでもあったから、だったら増やしてもいいかなと思って。またねいつ出るかわからないから、長めに優しい気持ちで見守っていただけたら、多分ようやく1本目がもう少しで出来上がるかと思うので、もう少々お待ちください。はい、全く縁がないんですが、どうすればいいですか。それはもう恋愛相談室は送らないで、他の桜の先生褒めてのコーナーか、お願いアロマちゃんのコーナーのお便りお待ちしてます。はい、というわけでね、はい、そうですね、あとはチャンネル登録高評価まだしてない方はぜひぜひお願いします。またツイッターもですね、まだフォローしてない方フォローお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます、ありがとうございます。あとはそう、垂れ流しね、さっき垂れ流しあったけど、私視聴時間
を4000時間目指しております。4000時間のためにぜひ夜眠る前 iPhone などに充電をさせていただいて、私の再生リストバイオとかね、リトルナイトメアとかあるんですけどを垂れ流していただけると非常に助かります。あ、ベルマークね、あ、そうでした、ベルマークもぜひしていただけると、私がね生配信するよっていう時とか通知いくと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。現実の恋愛限定ですか？待って、どういうこと？夢とか妄想でってこと？あー、まあ私に一緒に考えてほしい恋愛相談だったらいいよ。うん、今更来ました。アレイさんいらっしゃい。ごめんなさい、もう終わるところなんですけど、ぜひアーカイブ視聴していただけたら、はい、嬉しいです。くらいかな、今月までには行きたいかなって思ってるんだけど、どうかなって思ってるね。4000時間は今ね、皆様のおかげさまで3000時間くらいは今行ってると思うんですよね。うん、終わった恋愛相談でもいいかな。あ、全然いいよ。私と恋愛相談、なんだろう、考えてほしいこと、恋愛に関してのだったら全然。あの時どうすればよかったと思う？アラムちゃんだったらあの時どうしてた？とかでもいいよ。そうそうそう。バイオセブンのアーカイブ見る、ありがとうね。そう、バイオセブンはね、一番初めにやったホラーゲームでもあるから、私も思い出深い。そしてこの続編ね、だからこそ気になる。体調には気をつけて、ありがとうね。レイ、最近知り合ったピンクの猫耳娘さんにガチ恋してしまいました。どうやって気持ちを伝えればいいですか？まあそうね、そういうのでもいいよ。そうね、あのピンクの猫耳娘さん結構いらっしゃるかもしれないから、まあまあ私はちゃんと、あ、私のことかなって思いつつ、いや違うことを考えて、ちゃんと、うん、最大限考えさせていただきますということですかね。そう、アンドレ教が生まれた話ですね。ぜひぜひ、アンドレ教、何アンドレ教ってなると思うんですけど、はい、アーカイブを見ていただけたらと思います。垂れ流ししてる、ありがとうね。さあ、あと3000じゃない、間違えた、1000時間、ありがとう。まあ、いずれ3000時間もね。そう、今は1000時間、あと1000時間頑張ろう、ありがとう。増えた。ごめんごめん。そうね、というわけで今日はここら辺かな、ここら辺ですかね。良い時間になってまいりました。みんなちゃんと歯磨きして顔洗って寝るんだよ。そうね、アンドレ今日の歴史ね。そう、でもリトルナイトメアもね、すごい空気感がいいんだよね。リトルナイトメアもさ、噛んだな。リトルナイトメアも DLC とかまたねできたらいいなって思ってますのでね、うん、いろいろ考えてる。学校行ってる間にアーカイブ垂れ流して、え、いや待って、それは大丈夫なんか、いいのか。いや、あの、無理はしないでね、本当に。うん、というわけでいいですかね。じゃあそろそろおつあらの時間といたしましょうかね。いやー、長々とね、今日もお付き合いいただいてありがとうございます。今日はね、ちょっと悲鳴少なめでしたが、まあ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 、まあ、こういう回もあるということで。そう、リトルナイトメア落下芸でしたね。うん、はい、落下芸ぜひもう一度見てください。落下芸って何って思った方はぜひ、リトルナイトメアも見てください。お願いします。はい、というわけで、そう、今日は迷子の回でしたね。はい、迷子の回お疲れ様でした皆さん。
はい、次回は悲鳴配信できるようにじゃあ頑張りますね。まあ、うん、頑張るもんでもないんだけどね。はい、大丈夫ですかね、じゃあ。ではそろそろおつあろの時間とさせていただきましょうか。準備はよろしいですか、おつあろの。いいかな、いいですかではいきますよ。ではよし、準備は OK。 はい、おつあろー。生き物に感謝して寝よう。おやすみ。